はい、スカジャンの染み抜きが完了しております。はい、袖部分の激しい汚れが特によく目立つ状態でしたけれども、はい、おおむねね綺麗にさせていただきました。最初のお預かりした状態と比べたら見違えるように綺麗になっております。はい、ヴィンテージのね古いお品ということで、作業の負荷による、破損ですね、心配される状況ではありましたが、なんとかね持ちこたえてくれました。生地の方もとは言ってもね、やはりところどころ不具合出ております。特にねこの中の詰め物ですね、またですけれども、こちらがねかなりの量、洗った時にね、抜けて落ちてしまっております。3分の1ぐらいはね抜けてしまっているんじゃないかなと思います。はい、そうですね、残っている真綿につきましてもねかなりゴワゴワした感じで、これはね着心地にかなり影響するんではないかと思います。はい、あとこういうね軽微な糸切れですね、これは仕方がないですね。もう1950年代の品ですのでね、確実に終わってますのでね。はい、ただ生地にね大きな裂傷が発生することはなく、ところどころねほつれたりはしたんですが、そこはねなんとか、リフォームの方でうまくカバーしていただいております。はい、当初はねもう中綿を詰め替えるプランでお話を進めさせていただいてたんですけれども、それもねリフォームの方で、難色を示されまして、結果的にはね、中綿は元のままですね、ちょっと抜け落ちてはいるんですが、はい、そうですね、なかなか難しい状況だったということです。はい、ただやはりね、洗ったことによってねかなり、さっぱりもしてますし、何よりもねあそこまで汚れているとなかなかね、着用には支障があるかと思いますが、
その点においては来ていただける状態ですね、まあ、さっぱりとした状態ですので来ていただけることかとは思います。はい、まあ、なかなか大変な作業ではありましたが、まあ、なんとかね、まあ、あの成功の部類といっていいんではないでしょうかね。はい、大変でした。ご利用いただき誠にありがとうございます。Thank you.